2021年1月24日です。この動画は2年後の2023年1月24日に公開されます。昨日は一日中テレビ CM の撮影で、今日は福岡に飛行機で戻るんですけど、7時に出ないといけないところが今もうすでに8時になってきてます。ちょっと急がないと間に合わなくなります。今日は飛行機で帰って妻に迎えに来てもらって、一緒にランチでも食べて、あとできていない仕事をやっていくしかないですね。今日はちょっといっぱいいろいろ溜まってます。頑張ります。どういうこと？はい、OK。 ヤノコー48ムカつくんだけど、いちいちうちの子たちなんだ。オーニーイーテエルトゥンテチュンシテチュン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 なんだよ。チュンコタオメ。あ、マークいたよ。え？マークマークってどのマーク？マークンって嵐、嵐、嵐好きなの、あのお姉ちゃん。まさひと自前のライター。じゅやめて。早くお母さん、じゃあ誰がフルするかじゃんけんしよう。お母さんだろうよ。早く、はい、電気消して。あ、なーちゃん、なーちゃんも、なーちゃんおいで。なんでおいで。ラブペロペロするよ。なーちゃん今なんかスネちゃんマーモード炸裂中。あれ、あれ、あれ、お母ちゃんだ、お母ちゃんだ。
誕生日おめでとう、うん、お母ちゃんおめでとう。一人で食べる。どんどん伸びて天まで届け、本当におめでとう。一人で食べる。南小保育園のやつ。そう、ほら、ランちゃん行くよ。ラちゃん、フーだよ。お母ちゃんと一緒に。フーはラブはできんよ。ラちゃん、ラちゃん、ラちゃん行くよ。ラちゃん行くよ。一人きりけ、3番。はぁ、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 ラちゃん、ラちゃん、ほら、お母ちゃんの。ラちゃん。ね。はい、携帯でも撮って。今日は妻の誕生日だったんで、帰ってきたら、東京から帰って、来てお昼ご飯にカレー食べて、で夜ご飯は焼肉、明治屋という焼肉屋さんに行って、その後はちょっと僕残ってる仕事をやってたんだけど、それが終わってケーキ食べて、今からシャワー浴びて寝るとこです。今週は土日が埋まった感じで、しっかりと休みは取れてないので、来週ちょっと休みたいですね。どっか